さていいよいよ準優12レースですもうここはもう九州地区選手権の大本命ですね、えー、初日、ドリーム戦も制してずっともう昨日までオール2連隊を飾って、えー、負,けが負ける要素が少ないって言えるくらい気合が入っている、ね、1号手の篠崎志選手が、えー、待望の12レース1号手をゲットしました。 今日のの、ね、予選最終は5着と敗れたんですけどもまあ、無理しなかったとっいう感じですよねじゃあ足はすごく一番いいのかというとそうではないですね、えーまあ、出足も周り足はもう非常にいいんですけども比較的、えー、本人も上位の足が何人かいると言ってますようにトップではないと思いますただ、あのー、その足を上回るくらいのね ハンドルテクが今回ものすごいさえ渡ってます。非常にコーナーワークのね、えー。スピードの乗ったターンが見られますので、まあ、こういう感じの篠崎選手は僕は乗ってるなと。もう当然今節はあの九州地区選手権、まだ一度もタイトル取ってませんのでね。初タイトルダッシュにも完璧に向かってるレースだと思います。この12レースは結構激戦なんですけども、それでも。 篠崎元氏選手が勝てるレースかなと、えー、ちなみにこの4か月半のデータを見ますと篠崎元司の1コースの1着率は87%あるもうあんまり負けないという感じですよね、えー、それではメンバーをもう一度見ますけども、えー、2号手の石川真二選手これも足は非常にいいですよね、えー、それから非常に伸びがいい、ね、松田太志郎選手これスピード上が乗ったターンをしましてね全、えー、速戦怖いです 実績ではね、僕は白崎仁志のモーターも非常にいいかなと思ったけど、実戦に出て乗ってみると意外とね、垂れるんですよね、伸びない、このデータがちょっとね、これやっぱり天気がやっぱりね、暖かくなって、ややってやっぱりモーターに調子が変化が現れてるのかなと思います、えー、5号艇の塩田北斗選手は、時折スタートがね、0台で攻めるレースがあります。 でもこのモーターも非常にいい足をしてましたよね、えー、伸びがいいと思います上野慎之助選手も同じような感じですで攻め手は結構いるんですよねこれ、ね、3番4番5番6番ってこれそっと4人は攻め手の選手です全速でみんな握っていける選手ですよねでもやっぱ最内からいければもうスローの 3, 3コースですけどもやっぱり今どちらかというとね今のボートレースっていうのは3コースが大体まくり選定 レースが多いですからもう松田西郎選手はやっぱりまくっていくレースになるでしょうね石川選手はやっぱりこれスタートいって差し狙いでしょうね、えー、やっぱりこれまくっていったら自滅してしまうでしょうからもともと松田選手はもうこれ差し場をもう石川選手がいるのでねじ自力でまくっていってあとはまくりざせるかどうかあるいは城崎選手がちょっとエアスタート遅れたら一気にまくってしまうただ 今節の篠崎選手ね、ねスタートもそこそこ行ってますからね、まくり切れるかなというところがあると思います、ただ問題は1つ、日のあの風ですよね、ちょっと強い風、あるいは雨が降るって言ってますので、それによってはひょっとしたらこう一気のまくりっていうのもありますけども、それは明日の天候しだいで、まあ、天候はそんなに荒れないだろうという天候で私、考えますと、もう篠崎選手、硬くて一応松田選手、まくっていって、4番、5番、6番が差しに回る、あるいはまくり差し。 に入っていくっていう形で、もう狙い目も。一三一四、あとは抑えて四五三五ですけどね。あと穴で狙うんだったら、塩田北斗選手のね。大外からの五コースですけども、一気の全速戦。打ち潰しに行きながら、篠崎選手の打ちを刺すという一五六。これは上野真之介のシーンですけどもダバってついてきますからね。一五六一六五は、ちょっと一点勝ってもいいかな。ってで、波乱があるんだったら。 先ほど言いましたようにね、えー、過去5年間の準優15レースを見たら、えー、インコースの2件は6本しか決まっていない九州地区選手権は準優荒れるぞということでいければやっぱ3コースのまくりでしょうね松田選手、太志郎選手、まあ、はっきり言えばこの松田選手は太志郎選手は将来の九州のエースの座になるくらいの器スピードあるレースができる選手だと思っています、えー。ここで篠崎選手を一気に、ね、破るような、 レース大志君で彼の将来の、ね、夢がうまく開けるという感じですけども、まあ、ここはちょっと新ニュースターの新旧対決というのは、ね、ちょっと面白いかなと思いますちょっと穴目で考えれば3、4、5、3、5、6も1点考えてほしいと思います以上です。